伊達政宗公を祀る青葉区の瑞鳳殿では、修復工事後初めてのゴールデンウィークを迎え、多くの観光客でにぎわっています。瑞鳳殿では今年3月末まで21年ぶりとなる本殿の修復工事が行われ、工事完了を祝って今月7日まで本殿が御開帳されています。観光客の注目を集めていたのは、本殿に安置されている政宗公の木像です。修復工事で初めてのお色直しが行われ、訪れた観光客はじっくり眺めたり写真を撮ったりしていました。いやー、すごくな桃山文化のその高価さをやっぱり心を感じて、自分の目を見てすごいなと思ってました。本来の輝いた姿をご覧いただきながら、仙台、宮城、そして伊達家の歴史文化を感じていただければと思います。瑞鳳殿ではゴールデンウィーク期間中の人出はコロナ前とほぼ同じ、およそ1万3000人を見込んでいます。